経済産業省大臣官房は、中央省庁である経済産業省の内部部局の一つ、人事や予算などを所管する。経済産業省組織令第2条第1項に基づいて設置された部局である。経済産業省組織令第4条では、以下の事務を大臣官房の所掌事務と定めている。機密に関すること。経済産業省の職員の職会、任命。 給与、懲戒、含むその他の人事並びに教養及び訓練に関すること。大臣の官員及び商員の保管に関すること。公文書類の切除、発送、編集及び保存に関すること。法令案その他の公文書類の審査に関すること。経済産業省の保有する情報の公開に関すること。経済産業省の保有する。 個人情報の保護に関すること。経済産業省の所掌事務に関する総合調整に関すること。経済産業省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。経済産業省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。経済産業省の行政の交差に関すること。国会との連絡に関すること。広報に関すること。 経済産業省の機構及び定員に関すること。経済産業省の所掌にかかる経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。経済産業省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。経済産業省の職員の衛生、医療その他の福利構成に関すること。 経済産業省の情報システムの整備及び管理に関すること。国立国会図書館支部経済産業省図書館に関すること。経済産業省の所掌事務に関する統計に関する事務の総括に関すること。商工工業に関する統計調査に関すること。経済産業省の所掌事務に関する統計調査の結果の総合的解析に関すること。 全覚悟に掲げるもののほか、経済産業省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること、ありがとうございます。